皆さんこんにちは、バタリグルビーチです。今回はギレンの野望、ジオン独立戦争機、こちらをプレイしていきたいと思います。早速ニューゲームから始めていきましょう。今回はジオンを選択していきます。で、このパワーアップキットを今回プレイしていくんですけども、このパワーアップキットの大きな魅力としてですね、オリジナルの軍を編成できるんですが、そのためにはですね、攻略ポイントが必要になってきます。ただその攻略ポイントは各難易度をプレイして攻略しないともらえないので、今回からしばらくはですね、高難易度のプレイを行ってその攻略ポイントを稼いでいきたいというふうに思っています。今回はその第1回目としてジオン編のハードですね。では早速始めていきましょう。オープニングは何回か見ていると思いますのでスキップしていきます。まあ、オリジナルの軍を編成していろんなシチュエーションでプレイするっていうのがね、このギレンの野望の大きな魅力の一つだと思うので、まあ、それを存分に楽しむための、まあ、準備、これがね結構大変なんですよね。で、今回のプレイではですね、まあ、ただ単に攻略しても、まあ、今までやってきたのと同じようなプレイになってしまうと思うので、思い切ってギレンを地球降下作戦の陣頭指揮に投入したいと思います。まず最初のオデッサ攻略戦ですね。これにギレンの部隊を投入するということで、まあ、史実は全く違う展開が、楽しめるんじゃないかなというふうに期待をしております。あとこの独立戦争機はですね、他のギレンの野望のシリーズとちょっと違くてですね、軍団制というものと、あとは何か生産、まあ、それを行うにも、すべて予算化されたものの中から行わなければならないというのがあって、なかなかね、思うように進められないというところも出てくると思います。まあ、そのあたりの煩わしさみたいなものもですね、楽しめたらいいかなというふうに思います。ではまず早速、ギレンの部隊見ていきましょう。ギレンはですね、今、第1軍団。ということで、サイド3にいます。オデッサに降下するには、このサイド3からですね、このオデッサ上空まで移動する必要があるんですが、これがなかなか大変なので、今回はですね、軍団を再編して、すでにオデッサの近くに展開している部隊の軍団長にギレンを、就任させて、そのまま降下させるということをやっていきたいと思います。では、軍団の再編を行っていきます。はい。では、軍団を再編しました。オデッサ上空にいる、いつでも地球へ降下できる部隊ですね。まず、ギレンの部隊。これが主力になります。さらに、ユーリ、マクベと、いるんですが、まず、ギレンの部隊にはですね、ノリス、さらに、エースのライデン。本来だったら、キシリアのところにいてほしいな、という思いはあるんですが、3連星。これをギレンの部隊に組み込んでいます。で、あとはユーリの部隊とマクベの部隊ですね。この3つの軍団を投入してオデッサの攻略を行っていきたいと思います。軍団の再編に伴ってターンを3進めています。高難易度でターンが3無駄に進んでいるというのはかなり痛手になるので、守備よく迅速に、まずはオデッサの攻略をしたいと思います。では、ギレンの部隊だけ簡単に、その編成ですね、ご紹介しておきたいと思います。3連星なんですけども、本来だったら3連星はですね、今ご覧いただいているように、3連星だけの3スタックにしておいた方が、まあ効率的にも効果的にもいいんですけども、残念ながらまだザクがですね、指揮官機が製造できていなくて、索敵ができないんですね。で、唯一今、索敵ができるのが、この3連星の専用ザクだけなので、この3連星の専用ザクは、各スタックの最高列に入れてばらけさせます。で、索敵を効率よく行って、敵を撃破していく、ということをやっていきたいと思います。では、部隊の再編が終わったので、今度はその、スタックですね。それの再編を行いましょう。はい。では、先ほど説明した通りの配置に変えてあります。
オルテガをライデンの、舞台の一番後ろですね、ガイアも同じような形にしてあります。マッシュもそうです。そしてギレンは残念ながらコムサイというところです。では3つの軍団オデッサへと降下させていきましょう。オデッサ攻略作戦はすでに発動済みです。このね、舞台を移動させるにも予算化されたものの中から使っていかなきゃいけないというのがあって、全軍をその単内で全て自由に動かせるっていうわけじゃないのがね、煩わしくもあり、面白くもありというところですね。では、早速、降下したオデッサでの戦いをプレイしていきたいと思います。作戦の指示をお願いします。まずギレンがいるので、策略ポイントはあんまりあるんですけども、まず指揮工業。これは絶対使いたい。あとは、序盤なのであまり撃破されすぎてもきついというのもあるので、防御陣形で進んでいきましょう。では、これで入ります。攻略戦を開始します。先ほども話した通り、軍団の組み替えでターンを3も無駄に進めているので、このオデッサでの戦い、これを迅速に終結させたいと思います。敵が策略を実行しました。では予定していた3スタック編成になっていると思うので、このまま突き進んでいきましょう。まずここにいるのが、マッシュのところですね。ノリスとマッシュか。これは強いぞ。では早速、その予定していた索敵ですね。これを使いたかった。確実に索敵を使って当てていきましょう。ただ、どうだろう、3年生とかがいる部隊が、ちょっと後ろにいるなぁ。もうちょっと前目に言いたかったなぁっていうのはありますけどね。まあ、しょうがないですね。確実に確実に撃破を進めていきましょうか。で、ちなみになんですが、ギレンはどこにいるんだろう。ギレンのコムサイはここにいますね。ギレンが撃破されると、まあ、元も子もないというのがあるので、ギレンだけは絶対に撃破されないように、その位置取りだけは注意をしたいと思います。では、舞台展開していきます。ちなみにギレンの指揮効果範囲こんだけありますね。なので、まあ、ギレンができるだけ、この指揮権を発揮できる範囲で戦闘はしていければいいかなと思います。3年生のザクは、高校生時なので、撃破されないように気をつけていきたいですよね。あとは、量産機は、3機で1ユニット扱いになってるんですけど、3機全部やられてしまうとですね、もうそれまでなんですけど、1機2機破壊された状態だと、補充っていう形で、新しくですね、生産しなくても済むので、ターン数を使わなくて済むんですよね。そのあたりはうまく、どういうタイミングで、撤退させるかっていうのをね、よくよく考えていきたいと思います。ギレンが今危なかったですね。早速ですけど。ギレンはちょっと、後ろに交代しましょう。早速ギレンの指揮範囲が出ちゃう人たちが出てきちゃいますけど、もうこれはしょうがない。で、あとはまあ策敵をうまく使いたいので、ちょっともったいないかなっていう使い方になっちゃいますけど、しょうがないですね。ここは、ケリー、ミカー、隊列組み直した方が安心かな。で、さらに索敵も打っておきましょう。
まあ、これを行いたかったがためというところはあるので、まあ、惜しみなくですね。爆撃機に対してモビルスーツって結構きつかった気がするんだよな。爆撃機は放置できるなら放置したい。けどそうもいかないか。であれば、まあここは、多少の犠牲は覚悟の上でも爆撃機を叩いていきましょう。まあ、この際は HLV は縦代わりに使って、ギレンが撃破されないようにっていうのをね、注意しながら進めていきましょうね。ここはノリス。私に挑んでくれやつがいたとはな。タンクごとき。ライヤーが乗ってるんだな。で、ここはノリスの後ろに3連星が控えてるよね。贅沢な編成。ノリスにはやっぱりぜひね、ぜひカスタムに乗ってもらいたいなというところなんですけど、まだそれは当分先かな。で、この後格闘に入りますね。だから3連星とかがね、この格闘を行うとかなり強いと思うんですけど、まあ、3連星は残念ながら一見星なんでね、集中攻撃を受けると、モロクも撃破されてしまうので、今回ね、冒頭でお話した通り、3連星は3スタックの一番後ろに控えているという状態ですね。ここはジョニーライデン。これも期待の舞台ですね。で、ちょっと心配なのがこの爆撃機相手にザクがどれくらい戦えるかというところなんですが、まずですね。そしてユーリは自らザクに乗って指揮を取る。こういう感じで無難にオデッサ攻略進めていきましょう。では敵の前衛あらかたダメージを与えることができました。この戦いの中でドップの部隊だけですねちょっと撃破されてしまったんですけども、他は健在なのでこのまま基地中心部に進軍をしていきます。まあ順調かなと思いますね。この調子で進めていきましょう。さあ、なんとか敵を排除しながら基地中心部に今迫っていってるというところですが、このターンでの基地中心部の制圧は難しそうですね。今マチルダさんがいましたね。次のターンでの、まあ、基地中心部の制圧、これをね、ちょっと目論んで、いきたいと思います。なので、戦闘は一時中断。戦略、シーンへと移っていきましょう。報告します。で、戦略は戦略でもですね、この後の北米攻略を視野に入れて、今度はドズルの部隊をですね、北米上空へと移動させていくというのも行っていきたいと思います。二重に記者から通信、回線。我が社は友好関係にある機軍に協力するため、モビルスーツ開発の分野で、モビルスーツの開発、結構コストかかるので、非常にここから、こういう協力に申し出があると嬉しいですね。参謀本部より報告書が届いた。では、各予算を使っていきましょう。まず情報なんですが、これまあ特に何をやりたいというのはないので、部下からの提案だけいくつか申しておきましょう。で、続いて軍事系、これ一番最後にやります。生産なんですが、部下の提案でいいものがあれば、
まずドップ、これは生産しておきたいですよね。HLV、まあ、ザック2、まあ、モビルスーツは欲しいので、モビルスーツと、あとは、まあ、今後、地球での戦いを視野に入れて、ドップ、これ生産しておきます。あとは兵器の生産普通に行いましょう。3年生のドームは健在、シャーのザクも健在なので、あ、普通の、標準機ですね。これ生産に乗せておきましょう。で、開発は、部下の提案をまずは確認。モビルアーマーよりもやっぱモビルスーツが欲しいので、モビルスーツ。で、あとは、新兵器の開発ですね。ガルマ専用のドップ。これはいらないかな。なので、技術研究に割り切りましょう。基礎研究、基礎研究、モビルスーツ研究。このあたりはね、重点的に行っていきます。で、制作ですね。部下の提案まず確認しましょう。サイドスックスへの資金投資、社。あ、これは入れておこうかな。で、作戦は特にないので、軍事ですね。ここなんですよね。まず、ドズル・ザビ中将のところ。これが、今、ソロモンにいるんですけども、まずは、編流。誰かを入れていきましょう。入れるんだったら、ランバラル隊を入れていきたいので、ランバラル、ハモン、この辺りを入れて、北米へと移動させていきます。で、代わりにと言ってはなんですが、ソロモンを守ってもらうのは、コンスコン。コンスコンに守ってもらう。コンスコンのところにいるランバラル隊の残りのメンバー。クランプ。アコス。コーズ。このあたりは、この後、ランバラル隊として、ドズルの指揮下に入ってもらいます。で、あとはガルマのところですね。ガルマのところに人事で、編入。シャーはもういるかな？シャーをちょっとここに入れたいですよね。せっかくなので。ちょっとシャーをガルマのところに入れて、ドズルは北米大陸へと移動させておきます。では、オデッサ攻略戦の方に戻ります。どうだろうなぁ。敵が増援を送ってくるとかなり厳しいなぁと思うんですけど、そのあたりどうなってるか、マップの方で確認していきましょう。攻略戦を。で、先ほどのターンで、残念ながらノーリスも撃破されてしまったので、まあ、部隊に多少なりともダメージが出てきているというのはね、認めないといけないですね。敵の増援はなさそうだな。これならあるいは、このターンで確実にいけるかもしれない。まあ、3連星は絶対に撃破されたくないので、3連星を温存しつつ、いかに効率よく、基地中心部攻められるか、というところでしたね。では、進めていきまーす。ビッグドレイがいるなぁ。ビッグドレイは、一度攻撃を当てておきたい。ただ、ビッグトレイ攻撃するときはどうなる？集中攻撃にした方がいいかな？無駄に消耗だけして戦果がないっていう悲しいパターンになるかもしれないので、ちょっとビッグトレイへの攻撃はこのターンは見送りましょう。集中攻撃で一気にダメージを取って、で、まとめて、ダメージを、回復される前に、与え切る。ね、ちょっとそういう作戦でやってみましょうか。さあ、では、ビッグドレイに攻撃仕掛けていきましょう。格闘まで入れてどうかっていうところですよね。
多分当たってるのか当たってないのか、第一撃目が。さて、このビーク奴隷、陸戦艇になってますけども、これレベル将軍が取ってますね。道理で硬いわけだ。このレベル将軍を倒せば、まあ、事実上このオデッサは、ジオンのものになるというところなので、残りのターンでなんとかね、このレベル将軍のビーク奴隷、撃破していきたいと思います。ビッグトレイがここの上に座ってるっていうのが本当にきついですね。さて、レベル将軍のビッグトレイ、これだけで取り囲んでも倒す世代。ちょっとやばいな、この強さ。なんとかそろそろ倒さないとターンがまた進んでしまって戦略フェーズに移っちゃいますね。いやいや、本当に強いですね、このレベル勝負のビークトレイは。でまだね、どれくらい回復してるのかっていうのも見えないので、倒せるのか倒せないのかっていうのもまあいまいちわからないっていうね。まあ、ただ、もう四方八方取り囲んで、攻撃当ててるのかな、当たってないのかな、攻撃が。スカッとなってる時は。ビクトレイの攻撃当ててほしいよな。あ、三連星も。そしてジョニーライデンも危なくなってきてる。さあ、このターンで、このビッグドレー沈められないとちょっと厳しいですね。どれくらい残ってるのかな。残念ながら、ビッグドレー倒せませんでした。なので、もう、第1回目から本当に申し訳ないんですけども、やり直します。で、ビッグドレーは、この拠点に入れたらダメですね。なので、拠点に、入れさせないでビッグトレイを撃破するっていうことをやらないといけないかなと思います。ではちょっとやり直します。リベンジとして、ちょっとね、次回やり直しさせていただきたいと思います。